さあ始まりました、アンカーツルフィッシング。まだ始まってないよ。おまだ始まってないよ。始まっとるのか。はい、アンカーです。はい、滝沢です。はい、今回打たせまだい、行く船は当然なんと大新丸。うぃ、ん、大臣の打たせっていうとね、船釣り四天王のうちの一人だよ。え、そうなの？終身丸のフグ、ポンスケ丸のカッタクリ、そうだな、まあこう、この船のこれはっていうのがあるんですよ。大臣の打たせはいいだろう。まだ今まで1回しか行ったことないけど、基本マダイ釣りだけど、いろいろ青物がかかってくるね。今回のあれは勝利条件はどうなるの？マダイでしょ。マダイ、ね、でもマダイないちっちゃいマダイじゃかんだろ。それなりのマダイ、それなりね。30センチ超えっていうこと、そんぐらい。30ぐらいね。ここ2週間ぐらいほぼまともに出れとらんよね。そうなんだね。そんな中でだで、ちょっと期待しとるよ俺は。大物がこう今かと餌を待ち構えてんじゃないかと。目指すよ50センチ。おお、それじゃあそれ狙っていきます。はい、行きましょう。行っていきます。はい、でかそうだな。あれ、ハマチか。ああ下におった。ああダブルハマチ。ああ分け取れんな。当たりはあるな。おお。でかい？がいるか。おお、なんだそれ。取れた。短い。ああ、いいじゃん。あ、ハマチの方がいいよ。そのままピュッと上げても上がるで、ね、近くが近くが。はい。おお。まあでかかないかなこりゃ。ハマチかな。ああ。あ、すいません。ありがとうございます。
マジか。やった。おお。サンバそう。お？なんだあれ。お。サンバそうだ。サンバそう来るね。お、来た来た。なんだこれ。釣れた。ちっちゃいな。おー、何かな。はい。違う。おー、ハマチか。なんでハマチがついとったわ。ですね。
段いるんですね。向こうでも2匹釣れたんだ、それぐらいのやつは。え、それぐらいのやつが2匹釣れた。あ、そうなんです。こっちでもそれはだけど、横に太いでうまいよ、多分ですね。いいもん釣れた。おお、まあ、ね、タイはな。案の定の五目釣りだったわ。六目だな。六種類。そう、六目釣った。いろいろ釣れたよ。ハマチがメインだけどね。そうだね。半分はハマチだったね。うん。結構釣ったよ。結構釣ったけど、大物はおらんかったね。マシって言えばお前が釣ったアジが大物。ああ、まああれだな。そうだな。アジの中じゃあれはかなりの大物だったわ。大神の打たせまだよ、面白い。面白いよね。いろいろ釣れるもんね。あっという間だったね、時間も。ずっと釣れ続けたもんね。うん、止まる時なかったで。まあ、これで次調理だけど、何やるか悩むな。唐揚げに逃げるなよ。ああ、そうだな。いっぱい釣れるとね、全種類の唐揚げとかやっちゃいそうであるんでね。とりあえず唐揚げで。とりあえず唐揚げでってなる。ハマチの唐揚げ美味しそうだね、あれ。やったことないよ、ハマチで唐揚げなんか。うん、俺もないな。美味しいじゃないかね、多分ハマチが。